藤本咲です。今日は普通に咲がしてみたかったゲームを友達としたいと思います。もちこういうゲームする人おらんから、まあ、友達とやるかなみたいな。今回やるのははぁっていうゲームです。なんかご存知な方は知ってると思うんですけど、いろんなはぁを言ってどれが正解のはぁか当てるっていうゲームです。まあ、今回ちょっとカードを用意しようと思ったんで、ちょっとサキピの水で買えなかったので、今回はネットから画像を探してやりたいと思います。これ無料でもできるゲームだから素晴らしいじゃない。良くないことですね。いやでも多分買ったらいろんな種類があるんだと思うよ。買ってないからさ。確かに、うん、いつか買ってやろう。うん、じゃあ早速やっていきたいと思います。レッツゴー。もちそれでは、ルーレットで優派を決めたいと思います。ドン。はい、決まったのはこちらです。こちらの派を言いたいと思います。え、一回だけやんの派ってやんの。うんうん、いきます。はぁ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、先に言ってないかも。ちょっとできへん、できへん。ちょっと待って、もう一回、もう一回、うん、ちょっと待って。え、難しい、なんか。しかも恥ずかしい。恥ずかしさ知ってないと、これは。ほんま、早く。はぁ。あ、うん、多分これかな。やって、二択じゃない。え、でもこれは浅め、浅め、浅め、さっきの浅め。でもこれかなって思うの一個あった。いっせーので、えい。あー、 A もあるか。 A は何？ A はなんでの歯。あー、いいわ。怒りの歯。怒りの歯。正解は綺麗。え、よう分かったな。うん、怒られへんかった。歯じゃない。え、だからできひんねって先。まあさすがにでも友達歴長いんで分かるでしょ。あー、次か。友達。まあやめよう。縁切り。次か。じゃあ次行こう。マジ？ジュナちゃんがやってもらうのは。こちらです。ウホウホ。なるほどなって思った。それ順番やと思った。ウホウホです。ルーレットお願いします。はい、これむずい。はい、めっちゃむずいやん。いくで。はい、これです。はい、OK ですか。お願いします。じゃあお願いします。待って、むず、ちょっと待って。似合うよな。似合う、一番似合う。なんか悪口って思うかもしれんけど、ジュンナちゃんはそういうキャラやねんって。これジュンナのために用意したもん。うわ、これちょっと待って、むずい。だってサキがやったらもう困るもん、サキ。え？オッケー、入ります。お願いします。うほじゃあ多いってな。多いって。2回うほうほやから。2回なのにさ、何回言ったうほうほ。いや、むず。え、待って、むず。もう一回お願いします。おかわりの方も。お願いします。うほうほ。え、オッケー、いきます。先決めた。オッケー、もう決めました。今うほって書いてある。だからやで。あ、そういうこと。いきます。いっせーので。 B。 なんで B の美味しいお肉だみたいな、わーいみたいな感じ。 F の元気元気。正解はG の大喜びのウホウホでした。あ、でもさっき B じゃなかったら G やった。でもこれむずない？むずい。ちゃんとウホウホしてくれな。ほんまにウホウホ足りてないわ。え、じゃあ元気元気のウホウホやって。で、大喜び今のよ。え、やったもんは。え、じゃあ大喜びのウホウホやって。あ、いいねいいね。うまいな。ももにやらせればわかった。だもちももにはこの笑い声で。はい、お願いします。え、さっきもそれ絶対やってほしかったやつ、ももに。そう、なんかおもろそう。ルーレット、はい、スタート。なるほど。え、待って、もものお題って何だっけ？笑い声です。どこ笑い声？じゃあ。じゃあ、待って、お願いします。これ見るもんじゃなくない？顔は。待って、顔見たらバレるかもしれない。お願いします。下向いて。え？待って、むず。いや、むずいやろ。むずい。の。やりや。もう一回やっていいですか？はい。あわかるやん、こんなん。え、むずくないよ。でもこれかな。でもなんか違う気がすんねんな。全部合ってない。オッケー、わかった。お願いします。いっせーので、 A！ 正解は D でした。おばあちゃんの笑い声。全然おばあちゃんじゃないんだけど、な、全然似てない。全然似てない。でもむずい。な、これに関してはむずかった。じゃあ見て。
え、どう？おばあちゃんやろ。ほら、上手やろ。ほら、ちょっとね、おばあちゃんやろ。もう、おばあちゃん。なんか優しい感じを。いや、気品やろ、ちょっと、おばあちゃんにしては。え、そう、だから、でも、お嬢やろね。なんか、そうやな。マジ？お題は、好き。なぁ。言うと、スタート。はい、言うで、じゃあ。じゃ、ガチでやんで、ガチでいくで。ガチで。じゃ、見えんの見てくるすげえはい、お願いします。待って、役に入り込んで。マジ？いくで。すき。ちょ、ごめん、わかんない。これしかないでしょ。だから、ちょっとごめん。ほんまに、ちょっと、ほんまに。おかわりもらっていいですか？おかわりもらっていいですか？でもおかわりもらっていい。行くで。はい、わかりました。いっせーので、いい。お、一緒や。ゴチ？色っぽい好き。ゴチ？正解はいいでーす。え、じゃあいたずらっぽいのとちょっと待って。すっきんが。すっきん。次順番やから。これ同じの。もう行くね。うわ、これむず。本気でやる。むずいやろ。これむずいな。はい、行きます。はい、お願いします。好き。むずい。なんか声じゃない気もしてきた。いや、でもわかる。わかるかも。ほんまに、いけそう。いっせーので、 D。 おっし、 D。 偽りの好き。ブー。もう一回考えてみよう。もう一回いく。あ、ちょっと男はじゃない。好き。これマジむずい。あ、わかった。はい、オッケー。あ、オッケー、わかった。はい、じゃあ行きます。せーので、C。おぉ。無理や。これもう答えていい？ G。下心ありの好き。違うって。でも下心がわからへん。下心の好きって何？スケベ、スケベやで。スケベな気持ちで。ちょっと一回やってみて、下心の好き。好き。これ？苦手、下心の好き。好き。下手やな。頑張った、頑張った。お疲れ様です。ちょっとお題が難しかった。はい、じゃあ次、好き行く？行く。いや、ももの好きも聞きたい。マジ？はい。こちら、いいですか？うん、ああ、いいね。ちょ、見合っとってほしい、今回に関して。本気でやるから。いきます。好き？え？お前、おかわり好き。ね、さっき分かったで。分かったよ、今。おかわり好きで。嫌だっす。嫌だっす。無理。無理だっす。無理。一発好きしかないです。うん、だからいっぱい言ったもん。嫌です。いきます。いっせーのせ。正解は、ダルルルルルン。わかるやろ、これは。わかんない。わかったよ。わかった。わかったよ。もう忘れた。マジ？次、さっきのよ。私のさっきの好きは。わからん。オタクに好きって聞くやろ。好きって聞く。あー、ちょっと、半笑いっぽくってこと？そう。なるほどね。おもろいおもろい。おもろい。いいね。ラストじゃあさっきで締める。オッケー。いいよ。マジ？いやにしようよ。いや、いや、いや。オッケー。聞くで。いやー。え、もう一回言って。いやー、めっちゃむずい。これかな。オッケー。はい、いっせーので、 H。 C。 C。 お願いを言葉でいいや。あ、ハッピーニューイヤー。正解は F でした。マジ無理のイヤーです。え、絶対マジ無理じゃない。だって態度に出したらさ、出さない。それがおもろいのに。絶対嫌やろ。もっと本気で。そう、分かった。だってさ、バンジーの時のいや、こんなんじゃなくていいよ。いや、そう、本気だ。ほんまに嫌みたいな。分かりやすくして。怒られてて草。マジ最後やろう。 OK、 いきます。よーです。はい、分かった。 OK、 これにかけます。せーので、 B。 B の考え事をしながら、いや、正解。待って、何 B。 順番だ。言ってないの。怖。しかも間違ってたし。怖。言ってて。E。 うん。大体は B やな。ハーゲームでした。次はちゃんと買ってから遊びたいと思います。それでは以上、藤本咲です。ごめんね。次はしっかり3人でやりたいと思います。やった。